どっち食べた？さくらんぼ。さくらんぼの方食べた？これさ、持ちにくいんだよ。食べるの？はい。めちゃあんちて。あんして。あんして。さくらんぼ作るんでしょ？はい。全然食べないよ。本当食べた？食べた。ナッパの方が良かったかね、おやつ。そうだね。今気持ちいいね。今気持ちいい。まあ、あと口の中の色って健康のね、顔を見ても顔色は分からないけど、口の中の色が赤みがかったピンク色、うん、今赤としてるから、うん、栄養が取れてるんだろうなと思いますけど、全部あの草食動物だから本当は草なんですよね。前も話してたんだけど、草をコンスタントにやること難しいから、うん、でもね、庭であの日向ぼっこさせてやると、なんか庭に生えてるさ、その時々食べてます。あ、食べてますよ、それすごいいいですよね、うん、食べてくれれば、ちゃんちゃんって食べるよね、うん、なんか草か知らんけど、当人が勝手に食うのは別に毒にはならんだろう。そうそう、草食べていただけるとね、うん、あの野菜よりも繊維が多いからいいですね。それだとイグアナフードを上手に使う、あれも色のバランス取れてるから。先生が前おすすめしてくださったチモシーはこの人嫌いで食べないですけど、うん、チモシー食べないけどさ、あの庭にあのバラの枯れ枝が落ちてるの、それたまに食うことあるね。なんかチモシーをさ、あのもう食べない子はさ、細かく切ってさ、うん、で食べる野菜とかに振りかけてもいいですけどね、うん、そうすると多少は食べてくれるかもしれない。前にやったんですよ、嫌がるんですよ。あ、食べる果物とか野菜を食べんくなっちゃう、うん、混ぜちゃうとね、嫌だって言うんです。これやだって言われて、食べてくんないですよ、ね。はい、これ出しちゃったからな。はい、ではあのまたお薬をね、あのこの辺で1週間分出しますんでね、飲ませながら観察していってください。じゃあこれからまた1週間で何個出るか、その観察していってください。はい、硬さもね、硬くなってくれるからね、あんなふやふやがちょっと心配だもんね、この子の体の中はね。はい、じゃあカゴは、カゴはあった方がいいかもしれませんね。リポーターでした。いつもありがとうございます。これでも聞いてもらえるととても助かります。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとお時間くださいね。